回のサノテレはご覧の内容でお送りします。毎年11月頃から流行り始め、年末の12月から翌年3月頃まで流行する可能性があると考えられるインフルエンザ。今年は新型コロナウイルスとの同時流行を抑制するため、例年以上に予防接種への注目が高まっています。さて上平さん、今回ご案内の予防接種、どのような種類があるんでしょうか？はい、今回市からご紹介する予防接種は3つありまして、1つ目が高齢者の人を対象にしたインフルエンザ予防接種、2つ目が肺炎球菌定期予防接種、そして3つ目がお子様を対象としたインフルエンザ任意予防接種になります。では高齢者を対象としたインフルエンザ予防接種から詳しく教えてください。はい、公費の実施期間は10月1日から来年の1月31日まで、主に65歳以上の方を対象としております。自己負担金は無料です。市の指定医療機関にお申し込みください。次に高齢者肺炎球菌についてなんですが、これも感染症の一種なんでしょうか？はい、そうです。肺炎球菌感染症といいまして、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。では予防接種についてご紹介ください。はい、公費の実施期間は来年の3月31日まで、令和2年度に65歳から100歳までの5歳刻みの年齢になる方で、今まで受けたことがない人を対象としております。また今年度に限り、令和元年度の対象者で新型コロナウイルス感染予防のためやむを得ず令和元年度中に接種できなかった方も、来年の3月31日まで延長しますので、指定の医療機関か健康推進課までお問い合わせください。自己負担金は4000円です。減免制度がありますので、詳しくは健康推進課にお問い合わせください。接種希望の方は市の指定医療機関にお申し込みください。では最後にお子さんを対象としたインフルエンザの予防接種についてご紹介ください。はい、実施期間は10月26日から来年の1月31日まで、6ヶ月に達した日から15歳に達した日以降の最初の年度末までの方を対象としております。自己負担金は無料です。市の指定医療機関にお申し込みください。今年は特に同時流行を抑制しなくてはならないんですが、市として新たな取り組みなどはあるんでしょうか？はい、ここまでは高齢者とお子さんを対象とした予防接種を紹介してきましたが、それ以外の方も一部助成対象を拡充しましたのでご紹介します。対象者は60歳未満で身体障害者手帳1級相当の方、高校3年生相当の方、母子健康手帳の交付を受けた妊婦さんも自己負担金無料でインフルエンザ予防接種を接種していただくことが可能です。こちらも市の指定医療機関にお申し込みください。最後に市民の皆さんに健康推進課からメッセージをお願いします。はい、感染抑制のための予防接種を受けられてもそれで安心とは言い切れません。今後も感染拡大防止のため、新しい生活様式をはじめとする密閉・密集・密接の回避、手洗い・咳エチケットなどの実施、定期的な清掃、十分な換気の実施など、具体的な感染予防対策も併せて徹底していただきますようお願いいたします。上平さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。指定医療機関については健康推進課のホームページにも掲載しています。また広報泉佐野10月号11月号にも詳しくご紹介していますので、合わせてご覧ください。佐野テレ、これは昨年行われた泉佐野市大防災訓練の様子。消火や炊き出し、避難場所の設置、また訪日外国人旅行者を対象とした避難誘導訓練など、市内全域を対象に様々な訓練が行われました。そしてこちらが令和2年度泉佐野市大防災訓練のチラシ。11月1日日曜に行われるんですが、花枝さん、今年は去年までとはかなり様子が違うんですよね。はい、かなり異なりますね。はい、これまでの泉佐野市大防災訓練は、避難所に集まり、
さまざまな訓練に取り組んでいただきましたが、令和2年度は新型コロナ感染予防のため3密防止対策を行う必要がありますが、そのため多くの人が集まる訓練を避けるため避難所は開設せず、各ご家庭で訓練に取り組んでいただく、いわゆる自助・共助のうち災害発生時の初期段階では自分の身は自分で守るという自助の大切さを再認識していただくよう計画したものです。またそれと合わせて、災害は時と場所を選びません。そのために今回の訓練は発災時間を夜間として、訓練開始を午後7時からとさせていただいております。こちらにも家庭でやろう防災訓練と書かれているんですが、はい、訓練の想定としてはどうなっていますか？はい、わかりました。今回の訓練想定ですが、まず南海トラフでマグニチュード 9.1 の地震が発生、そして震度6弱の強い揺れ、全壊家屋2299棟、津波が81分後に来まして死者が86人、負傷者694人、火災延焼、停電、断水、電話も不通になっているという状況を想定しております。今までは朝から訓練があったんですが、はい、今回は午後7時からということで、スケジュール的には、はい、まず午後7時、市内の防災要請無線から地震発生という緊急地震速報が流れます。携帯に大津波警報を知らせる訓練用のエリアメール、緊急速報メールが届きます。続いて7時5分、防災要請無線からサイレンが鳴り、訓練放送が流れ、登録制メールなどで訓練メールが配信されます。今回はそういった放送や携帯メールを合図に、はいはい、市民の方が各家庭で訓練を行うということなんですけれども、はい、具体的にはどういったことをされるんでしょうか？はい、まず、身を低くして、転倒しやすい家具のそばから離れるなど、ご自身の身を守る訓練をまず実施していただきたい。そして、その次に、ここにあるんですけれども、この安否確認タオルの提出をお願いしたい。で、まあ、こういう形になっているんですけれども、でこの訓練は自身の身の安全を知らせるために使用するものでございます。で、今年の9月4日、大阪府が一斉に実施されました880万人訓練で、市民の方からタオル出したらええのという問い合わせをいただいて、この安否確認タオルに対する認知度が非常に高まってきておりますので、今回も各ご家庭でぜひとも啓出をお願いをしたいと思います。そして隣近所への声掛け、皆さん方がお住まいの付近にはまず高齢者の方、そして体に障害のお持ちの方がおられるか分かりません。まあ、昔のことわざで言えば、向こう三軒両隣の範囲だけでも大丈夫かとかいうような声掛けをお願いしたいと思っております。そしてこちらのチラシの裏面にはアンケートがあるんですが、はい、このアンケートはご自宅の耐震状況や家具の固定状況、そして訓練の取り組んでいただいた内容や日頃の備蓄状況の質問に対し、はい、いいえの方式で丸をつけていただく簡単なものとしています。目的として一つ目は、このアンケート記入の際、ご家族で防災のことについてお話をしていただければいいなと考えているものです。二つ目が、各自主防災会の皆様にお願いし、アンケート回収を依頼していますが、その結果を危機管理室で取りまとめ、今後の訓練に生かしたいと考えているものですので、ぜひともアンケートの提出についてご協力をお願いいたします。災害はいつどこで起こるか分かりませんから、はい、やっぱり普段からの備えが大切ですよね。はい、災害は地震のほか大雨など形態が異なりますが、これらの災害対応にいきなり100点はないというのが私の考えです。それよりもこのような訓練を通じ、少しでも前進し、それを積み重ねることが大事だと思っております。令和2年度泉佐野市大防災訓練についても、コロナ禍であっても今できることを念頭に置いたものでございます。今回の訓練は各ご家庭で取り組んでいただくことから、長くて20分程度で終わるものと思います。この短い時間で訓練に取り組んでいただくことが、大切なご家族の命を守ることにあります。
また一人の取り組みが向こう三軒両隣への取り組み、そして地域全体への取り組みにつながりますので、市民の皆様には訓練参加にご協力いただきますようお願いいたします。羽田さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。11月1日日曜午後7時から行われる泉佐野市大防災訓練、新型コロナウイルスの影響で今年度は各ご家庭での訓練となりますが、家屋の耐震状況や身の回りの防災グッズなど、今一度災害への備えについて再確認していただきたいと思います。サノテレ。開催から10年目を迎えたゆるキャラグランプリ、そのラストイヤーとなるゆるキャラグランプリ2020ザ・ファイナルが10月3日4日の2日間岩手県を舞台に開催されました。今回泉佐野市からエントリーしたのは市の公式キャラクター犬なきんの分身キャラゆるなきん。その愛くるしいフォルムと表情は大会当日もブースやステージで人気を博していました。これまでエントリーしていた犬なきんの成績は2018年が4位、2019年が2位の準グランプリ。果たして今年のゆるなきんは。大阪府泉佐野市の惜しくも念願のグランプリこそ逃しましたが、堂々の準グランプリ、昨年の犬なきんと同様の2位、2年連続準グランプリは大健闘と言えるんじゃないでしょうか。ゆるキャラグランプリラストイヤーのグランプリに輝いたのは岩手県陸前高田市のゆるキャラ高田のゆめちゃん。順位はあるものの、ここに選ばれたキャラたちはみんな地元で愛されるゆるキャラたちです。犬なきんもゆるなきんもこの大会が終わっても皆さんの近くで元気を育みます。3年連続上位に来れたのも応援してくださった市民をはじめとする多くの皆様のおかげ、本当にありがとうございました。これまで新型コロナウイルスの影響で各種イベントが縮小し出番も抑えめでしたが、泉佐野市を元気づけるためにも今後ますます活躍するであろう犬なきんとゆるなきん、皆様からの応援と感謝の気持ちをこれから少しずつ返していきたいと思います。応援本当にありがとうございました。今回で第11回を迎える全国タオル筆で描く絵手紙コンクール、作品の募集期間は10月1日から11月30日まで。部門は中学生以上の一般の部と幼児から小学6年生までの子どもの部です。募集作品は絵と文字が入ったオリジナルの絵手紙作品、入賞作品は来年3月24日から28日まで絵部の泉の森ホールギャラリーで展示、表彰式は3月27日絵部の泉の森ホールレセプションホールにて行われます。さあ、尾引課長、私も第9回の表彰式の様子をリポートさせていただいたんですが、今回もテーマは明るく楽しい毎日をということで、コロナの影響で改めてこのテーマちょっと意味深いものになってきそうですよね。そうですね、今回もですね、明るく楽しい毎日をというテーマを踏襲させていただいたんですけども、このテーマ自体はですね、このコロナ禍で無理に明るい話題であったり楽しさを求めたりとかっていうふうな思いで作ったのではなくて、踏襲したわけではなくて、どちらかというとこの日々の中でね、感じたこととか新しく見つけた発見とかを明るさ楽しさも含めてですけども、絵手紙に込めていただけたらいいかなというふうに思ってます。そして何といってもこのコンクールの特徴といいますか個性的なところがタオル筆で描く絵手紙という部分なんですけれども、はい、日本タオル発祥の地である泉佐野の特産品である泉州タオルですね。その泉州タオルの PR ということもあるんですけどもね、泉州タオルはですね、後ざらし工法という製法で作られてます。で、後ざらし工法というのはですね、タオルを織る綿糸、原料の糸ですよね、
糸にろうとかのりとかが塗られてるんですね。それはもう織りやすくするためになんですけど、で出来上がったタオルを後ざらしという工法で洗うことによって、あの、のりとかろうを洗い流すとということで、すごい吸水性の高いタオルができるんです。でその吸水性の高い泉州タオルの特徴を生かして作られたのがタオル筆 でタオル筆を使うことによってですね、その吸水性の高さとか、あの泉州タオルの柔らかさとかでですね、非常に面白い線が引けて、あのかすれたりとかにじんだりとか、普通の筆では描けないような、あの、線が引けることができます。なのでこの泉州タオルで作ったタオル筆を PR するっていうのも一つの目的として、コンクールは開催させていただいてます。今回は作品募集のお知らせということなんですけれども、応募規定などで何か気をつけることはありますか？そうですね、一番気をつけていただきたいのは紙のサイズですね。応募規定の中にもあるんですけど、基本的には70センチ×35センチの紙に描いていただくということになってます。で皆さんがその70センチ×35センチの紙探すのにちょっと苦慮されるところがあって、あの大きい文具店とかに行くとね、半紙の半節、半分に切るですね、半分に切る半節という紙が売ってます。それをちょうど半分に割っていただくと70センチ×35センチの紙になります。で今私半紙って言ったんですけど、特段その紙の材質にこだわりはなくて、75センチ×35センチの紙であれば、紙の材質はこだわりないです。でタオル筆で描くという、大前提がありますので、あのタオル筆を使ってですね、文字と絵の輪郭は必ずタオル筆で、あの、描いていただきたいんです。で彩色、あの色付けですね、色付けはもう普通の水性絵の具とかを使って普通の筆で色付けしていただいても構わないので、その他にも細かい募集要項の中にはあるんですけど、応募規定あるんですけども、そちらの方はもうまたチラシの裏に細かく書いているのでご確認いただけたらいいかなと思います。ちなみに絶対に必要なこのタオル筆なんですけれども、作り方などはどこを見ればいいんでしょうか？そうですね、それの問い合わせもすごく多くて、あの今回 その募集チラシのですね、裏面の方にも書かせていただいているんですけども、あのこのタオル筆の発案者の宮脇先生が、あの絵と字でちゃんと解説詳しくしてもらっているので、あのこちらの部分見ていただけたら皆さん、あの簡単に作ることができると思います。確か以前取材した時に海外からの応募があったと思うんですけれども、あの特に国内限定ということでもないんですね。そうなんですね、あの、結果論なんですけど、国内限定にこだわっているわけではなくて、あの一昨年がイスタンブールで、あの昨年がブラジル、アメリカから、あの応募いただきました。あの、絵手紙って、あの絵と文字で表現する、特に墨を使うっていうのもあるんですけど、その文化がですね、日本国内にとどまらず海外にも、あの知れ渡っているのは非常に嬉しいかなと思ってます。で特にですね、あの応募される地域とかですね、国とかにこだわり持つことなく、自由に皆さんに、あの応募していただけるような絵手紙コンクールをこれからも続けていけたらなと思います。先ほどコロナの話もありましたけれども、あの大引課長自身は今年どういった作品期待していらっしゃいますか？そうですね、あの前回ですね、もうまず前回の第10回があのコロナウイルスの影響でですね、表彰式も展示会もですね、全て中止になってしまいました。あの僕らにとっても非常に悲しい出来事ではあるんですけども、全国からですね、表彰式の方にはいつも駆けつけてくださっている方々もいてて、その方にも、あの急にね、あのどうしても中止になっちゃったので、心苦しいことしたなというふうに思ってます。で、あの今回なんですけど、あの、第11回の分で、あの第10回のですね、上位入賞作品をですね、せめて一緒に展示できへんかなというふうに今計画してます。で、あのこのコロナ禍なんですけどもね、なるべくもうコロナの感染拡大予防にですね、しっかり努めさせていただいて、僕ら事務局としては何としても開催したいと思ってます。で、あともうその応募していただく作品なんですけど、あの最初にもちょっとお話しさせていただいたんですけども、コロナ禍ということもあるんですけども、あのコロナ禍の、ステイホーム期間中とかにですね、新たな活動を見つけたりとか、新たな取り組みされた方っていうのもお聞きしてます。で、あの新しい生活様式でもう皆さん生活されてると思うんですけど、新しい生活様式の中でもですね、新たな発見とか新たな活動っていうのはきっとあると思うんです。あのもうその何ですか、こだわりは別に特になく、あのその皆さんが見つけたものを、もうこんな時やからみんなで前向けるような明るく楽しい作品を募集し、あの応募していただけたらなと思います。素敵な作品がたくさん集まるといいですよね。そうですね、はい、楽しみにしてます。大引課長ありがとうございました。ありがとうございました。第11回全国タオル筆で描く絵手紙コンクール、作品募集期間は10月1日から11月30日まで。テーマは明るく楽しい毎日をです。
今年だからこそ描ける作品にぜひ皆さんもチャレンジしてください。サノテレ。サノポレ散歩、このコーナーではこちら泉佐野ポイントカード、通称サノポが使えるお店や各種サービスをご紹介していきます。今回取材するのはアクアイグニス関西空港さんです。昨年の11月1日にオープンした複合温泉リゾート施設アクアイグニス関西空港、大阪湾が一望できる露天風呂をはじめ、リラクゼーションサロン、地元の食材が楽しめる食事処や開放感あふれるカフェ、またパティシエの辻口博信さん監修の豆スイーツやアクアイグニスオリジナル菓子などが楽しめるお土産ショップもあります。アクアイグニス関西空港マネージャーの田中さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ホームページの方を見させていただきまして、三重県に1号店があるということで、こちらが2号店、コンセプトなどは同じなんでしょうか？はい、訪れる人々の心を癒す、食と人が交わる極上の休日空間、癒しと食をテーマにした複合施設となります。では早速施設内ご案内いただけますか？はい、わかりました。よろしくお願いします。お願いいたします。最初にご案内いただいたのはミシュラン大阪に一つ星で掲載された京町堀利休監修のなにわ割烹料理西安。青い海と空を眺めながら大阪湾で採れた新鮮な魚介類や地元泉州の食材を中心とした体に優しい和食を楽しむことができます。目の前にはパノラマの海が広がってるんですが、この素敵な景色の中で店長の石月さん、よろしくお願いします。お願いします。まずこちらは、こちらは泉州の魚介を中心にみりんと醤油で優しく味付けをした漬け丼でございます。こちら泉州で採れたイカとタイなどの計4種類でご用意しております。いただきます。うん、漬け丼ですけど、はい、そんなに本当に味が濃くなくて、はい、あっさり、しかも旨味たっぷりみたいな感じですね。はい、魚の旨味をしっかり味わっていただきたいので、みりんと醤油で本当にシンプルに味付けさせていただいております。続いてこちらですね。はい、こちらも泉州で採れた魚を中心に5種類のお造りでご用意しております。本日はアオリイカ、タイ、カンパチ、マグロ、カツオの5種類で、泉州で採れたものがイカとタイとカンパチの3種類ですね。いただきます。うん、めちゃくちゃ歯ごたえいいですね。包丁で切り込みを入れることでより甘く仕上げております。ものすごく甘くて味が濃いんですけど、やっぱりこれ季節ものの良さなんですかね？そうですね、はい、その時に採れたもので新鮮なものなので、はい、より美味しく召し上がっていただけると思います。石月さん、こちら温泉施設を中心とした建物なんですけれども、はい、こういったお料理だけを楽しむことっていうのはできるんですか？はい、ランチは11時から、夜は夕方の5時から営業しておりますので、お食事のみのご利用でも大丈夫です。もうこの景色を見ながら美味しいご飯を食べるだけでリフレッシュできますよね。はい、特に夕方は夕日がすごく綺麗でおすすめです。さあ、いよいよこちらが大阪湾を一望できる泉州温泉ということで、口コミによると夕日を眺めながら入るのが最高ということなんですけれども。はい、青い海とですね、青い空ももちろん最高なんですが、夕日を眺めながらの温泉もさらに格別です。癒しといえば、もうこのカフェスペースもすごいゆったりして癒されますよね。そうですね、お風呂上がりのお客様はこちらでゆっくりされて帰られます。ちなみに今日ご用意いただいているこちらのドリンクは、今回当店ナンバーワンのお風呂上がりさっぱりなレモネードをご用意いたしました。ちなみにこちらどういうふうに作られているんですか？はい、当店の方でスライスしたレモンを数日間漬け込んだオリジナル商品となります。
ではいただきます。おいしい。あのレモンのちょっとした苦味とかもちゃんと残ってて、ですごいさっぱりしてるけどそんなに酸味は強くなくて優しくて、ほんとこれお風呂上がりぴったりですね。ありがとうございます。田中さん、こちらがお土産物が揃うショップということなんですけども、はい、これですよね。あ、そうです、こちら、はい、はい、辻口シェフの豆スイーツ、はい、豆は栄養豊富で昔から天然のサプリメントとして重宝されておりまして、でその豆を繊細なスイーツのように美味しくサプリメント感覚で手軽に味わっていただきたいとで開発された商品となります。こんな可愛くてなんか美味しそうなものを健康的に食べるって素敵ですよね。そうですね、本当にこだわっておりますので、うん、泉州玉ねぎ、はい、こちらの地元の和菓子屋さん武家新さんの商品になるんですけども、泉州名物の玉ねぎを使ったちょっと辛めのサブレとなります。サブレっていうとちょっと甘いのかなと思うんですけど、どっちかというとしょっぱめ。そうですね、お酒にちょうどぴったりになっております。あ、じゃあおつまみにもね、茶代的ですね。あ、今の地元の産品を紹介するコーナーを多く展開してまして、その中の一つなんですけども、はい、泉ピクルスさんのいろいろなピクルスですね。実はあのこのサノテレでも泉ピクルスさん取材に行ったことがありまして、そうなんですね、はいはい、その時からかなり商品の種類も増えてるんですけども、やっぱりあの普段使わない食材をピクルスにしているということで、かなりの売れ筋商品となってます。うん、ということで施設内いろいろとご紹介いただきましたけれども、こちらの施設年中無休なんですよね。はい、平日は9時から24時ま で、土曜日日曜日祝日は8時から24時まで年中無休で営業いたしております。詳しくはぜひホームページの方をご覧ください。田中さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。サノテレ、サノテレインフォメーション。10・11月は麻薬・覚醒剤乱用防止運動月間です。最近青少年の間で大麻や危険ドラッグなどの薬物の乱用が増加しています。これら乱用される薬物の心身への弊害は大きく、時には死亡に至ることもあります。薬物乱用を許さない社会を作り、青少年を薬物乱用から守りましょう。詳しくは健康推進課へお問い合わせください。泉佐野市では経済的な理由で子どもたちが進学を諦めたり学校を辞めたりすることがないよう、国や府の奨学金制度を補う市独自の奨学金制度を設けています。一人でも多くの子どもが奨学金制度を活用できるよう皆さんからの寄付を募っています。ご協力をお願いします。詳しくは学校教育課へお問い合わせください。地域の快適な生活環境を保全するとともに、緑化意識の高揚と地域コミュニティの活性化を図るため、市内の道路植栽帯などの清掃や花壇の手入れなどをしていただけるボランティア団体を募集します。ボランティア団体の要件は、市内に在住・在勤・在学する3人以上の別世帯の個人により構成され、1年以上継続して活動できる団体で、総人数は代表者を含めおおむね10人以下とします。活動区域は市などが管理する道路植栽帯などで市長が定める区域とし、当面は市が3つのモデル区域を設定します。活動内容は雑草除去及び清掃、そして既存または新設する花壇などでの花木の植え付け維持管理です。活動に対する市の支援としては、団体の代表者及び構成員にかかるボランティア活動保険への加入とボランティア袋の支給、活動表示板の貸与、ボランティア活動推進補助金の交付となります。年度限度額は花壇など1平方メートル当たり1万円、補助対象は花壇などの維持管理にかかる必要最小限の園芸用具と花木の種苗などの購入費に限ります。交付回数は年度中2回以内です。詳しくは
環境衛生課へお問い合わせください。それでは次回も佐野テレでお会いしましょう。さようなら。